赤木隆太郎は、元騎手、長教助手。なあ、兵庫県競馬組合、後日本中央競馬会所属であった。1987年に、園田、斉藤博久旧社所属で騎手デビュー。1998年秋から約8ヶ月間、単身オーストラリアに遠征。本人曰く、技術面よりもメンタル面を鍛えるための修行であったと、言う。 勝ち星はなくその後帰国。帰国後2000年度から2003年度まで、小牧太志、岩田厚生に次ぐ兵庫リーディング3位のポジションをキープ。赤木慶一郎と同性であったことから、その第3の男というニックネームも生まれた。2001年、JRA の機種免許試験の受験を決意。JRA での勝ち倉がなく一時試験免除の特例が適用されなかったため、 東京やレースの傍ら1日8時間の試験勉強に取り組んだ。2002年の一次試験は不合格であったが2003年秋に合格。地方機種による初の一次試験合格として競馬メディアによって大きく報道された。また、これ以降、芝山祐一をはじめ地方所属の機種が JRA の機種免許試験を一次試験から受験する動きが加速した。 翌2004年2月には二次試験もクリアして JR 駅市免許試験合格を果たした。同じ兵庫県競馬組合所属の小牧と同時の合格となり2月19日にはその競馬場で24日に姫路競馬場でフェアウェルセレモニーと名打たれた両騎手の総公会が取り行われた。立東トレーニングセンター、坪県昇級者所属でデビュー。 2004年3月6日、中京競馬第2競争を所属級者の管理馬、大石賞で優勝。中央競馬デビュー初日に初勝利を挙げた。2006年12月2日、中京競馬第2競争で JRA 通算100賞を達成。この年2006年度フェアプレー賞を受賞した。2007年、競馬視察のため初の海外出張届を提出し、 9月28日から10月2日までアメリカに滞在し、一旦帰国後の10月5日から10月10日まではフランスに滞在し、第86回外戦紋章などを観戦していた。2008年7月13日プロキオンステークスにて、バンクル立山に、騎乗、直線で逃げ粘るバンブーエールをかわして、念願の中央競馬重賞初勝利を挙げた。 2009年より立党所属のまま拠点を美穂トレーニングセンターに移す。中京、福島、小倉などのローカル路線での起乗が多く、またそれら小回りコースでの成績が良かった。なお、同じ兵庫所属だった小牧太志や岩田高生に比べて、JRA 遺跡後の地方競馬への参戦は少なかった。かつての所属だった兵庫での起乗も少なかったが、 後日のように2009年にハスフェルでその打金杯を制している。引退セレモニー2009年10月18日の京都競馬第6競争の若手騎手限定競争に起場した。これは2004年に若手騎手限定競争が復活して以来若手騎種ではない騎手が若手騎手限定競争に起場した初の例である。これはこういうルージュに帰場予定だった。 高井明大が落馬負傷し、当日京都競馬場に第6競争の起乗予定がない若手騎手がいなかったための措置である。2011年10月21日より、橋口孝次郎厩社に所属先を変更し、同年11月20日に騎手を引退。引退後は橋口厩社で調教助手となったが、2019年時点で、すでに調教助手の職を辞し 京都市内でバーを経営している。地方在籍時1193千1百76小地方、競馬中央競馬。ありがとうございます。